FM ギノワンより生き生きライフをお届けしております。さて続いてはゲストのコーナーです。毎週健康に携わる素敵なゲストをお招きしてお送りしております。今週はこちらの方々です。ではマイクに向かって自己紹介でお願いします。はい、ハエバル町にありますユイマール沖縄本店ストレージ&ラボという沖縄のものを扱っているお店から来ました、カヨウと申します。はい、カヨウさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、はい、皆さんこんにちは。本日糸満から来ました、フリーランスで沖縄県内で管理栄養士として活動しております、また薬膳スパイスアドバイザーの養成講師などをしています上原なるみと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、この二方をお招きして、お届けしてまいります。実はですね、上原さんが開催をされる薬膳スパイスワークショップというものにですね、もう私すごい興味があってですね、Facebook でよく流れてきてたので、はい、何だろうと思って、はい、すごい知りたくて、ゲストにお招きいたしました。ありがとうございます。よろしくお願いします。取り扱っていらっしゃる薬膳スパイスなんですが、うん、薬膳スパイスって何ですか？よく聞かれることであるんですけど、はい、私が持っている一般社団法人の日本総合プロフェッショナルケア協会が認定している薬膳スパイスアドバイザーっていう資格があります、はい、でそれがもともとスパイスっていわゆる食べる生薬みたいなもので、意外と漢方の成分とかをよくよく調べてみるとスパイスの一つだったりとかするんですね、はい、でそれをいろいろこのインドとかあとは中国の漢方だったりいろんな薬膳の要素をスパイスを薬膳的観点で取り入れて、はい、日々の生活に、まあ、食事としても美味しく、うん、なおかつ健康になれるような、はい、スパイスの使い方をしてみませんかっていう風なアドバイザー資格があるんですね、はい、それの、まあ、その中で22種類のスパイスを使って、はい、カレーのオリジナルパウダーを作っちゃおうっていう、はい、ワークショップ企画でユイマール沖縄さんと、はい、させていただいてます。すごいですね、はい、その22種類あるって伺ったんですけども、はい、例えば何があるんですか？カレーといえばいかにもカレーっていう感じの香りのするクミンや、はい、あとはこのシナモンだったり、はい、メジャーなものももちろんなんですが、はい、意外とこの中華料理でも使われるような八角のパウダーなども調合したりとか、はい、あとはハーブって言われるくくりのタイムとかも一緒に入れたりとかしてオリジナル の薬膳カレーのパウダーを作ってもらっています。へえ、そうなんですね。その、漢方とは別ですか？一緒ですか？ちょっと別、漢方になると漢方薬っていう考え方になってくるので、まあ、それとは別で、まあ、食物の持っている栄養をちゃんと知って、はい、それをスパイスとして日々日々の生活の中で取り入れて健康のご提案をさせていただいてます。そうなんですね、はい、この薬膳スパイスを勉強しようと思ったきっかけとか出会ったのは何かきっかけがあったんですか？私はもともと9年間病院の管理栄養士をずっとしてまして、まあ、いわゆる9年のうちの、7年間は、はい、まあ、急性期って言われてる救急医療の現場などでの病院の管理栄養士だったんですね。でやっぱり病院で勤めてたら、うん、出会う方々とは病気になってからしか会えなかったの で、ね、やっぱり栄養って未病に携わるのがいいなって思ってたところで、はい、ずっと何かもっと身近にできるものをって探してたんですね。でなんかそんな時にちょっと父が病気したりとかあって、で普通のカレーが食べれなくなっちゃったんです。ね、市販のものが食べれない状態になっちゃったので、まあ、それがきっかけで、でもちょうどその当時たまたまインド人のお友達がいて、でインド人の友達に聞いたら本当のインドのカレーは腸に優しいんだよっていうふうに教えてもらったのが一番きっかけです。そこから資格取るまでには5年ぐらいかかったんですけど、まあ、それが一番大きなきっかけですね。なるほど。じゃあそこから、病院の方は抜けられて、はい、未然に防ぐっていうところ
方になんか、あ、健康とか自分の体が資本なんだなとか、うん、体があってこそやりたいことができるんだなっていうような気づきを何かご提供、楽しくしかも提供できるようなやり方ないかなってずっと模索してる中で、はい、スパイス面白いじゃんって、なんか自分自身がそう思っちゃったんですよね。はい、なんかそれがなんかその今の活動の大元にはありますね。スパイスって面白いですか？面白いです。あの、かよさんは一番私が喋ってるのを見てらっしゃる方なんですけど、はい、多分一番ニヤニヤしてる。繰り返し何度もその薬膳スパイスのワークショップを聞いてるんですけど、はい、毎回ヒートアップして笑いながら、あの、皆さんも参加されてる方もすごい楽しそうにしながら、でもなるみさんが一番笑ってるっていう感じですね。そのワークショップの中で印象に残ったこととか、え、これってこうだったんだみたいな発見がありました。沖縄にもう生えている植物のスパイスに、あの、あったりして、うん、意外と、まあ、沖縄だったら馴染みで、おばあちゃんたちはインチョーバーって言ってフェンネルなんですけど、はい、なんか人参の葉っぱみたいにシュンシュンシュンってなんか細い葉っぱの種をフェンネル の、はい、あの種としてスパイスで使うんですけど、はい、そういうのももともと沖縄自生してますし、そうなんですね、はい、あと今だったらシナモンの木とかも栽培されてる方とかいるので、はいはい、意外と沖縄でも身近ですね。そうなんですよ、身近なんです。はい、はい、なんかそういう身近なところからこう学べると、うん、私たちも入りやすいかもしれないですね。では、かよさんにお伺いしたいんですけども、はい、この、 あの薬膳ワークショップを行うきっかけと伺ってもよろしいでしょうか？はい、なるみさんがこうフリーで管理栄養士の資格も持ちつつ、本当に沖縄全体の皆さんの健康を本当に考えてるあの方 で出会った時に、あの、ハイバルにあるこのお店がオープンして少し経ってたぐらいだったんですけども、あの沖縄の器、沖縄で作られた器とかを扱う中で、あの、そう、なんていうんですかね、食べるものとその食べる時に使う器とこだわって、なんか食事の時間ごと楽しむことで心がこうなんか健やかになるんじゃないかなとか、そういう提案で、ね、つながる部分がありますよね。そうですね、食べる、はい、食事、それでぜひ場所を使ってみませんかっていうところから初回すごい反応をいただきまして、はい、キャンセル待ちとかになったの で継続開催をしています。なるほど、今ですね、ツイキャスの方にコメントいただいてるんですけど、糖尿病に効くスパイスとかあるんですか？もちろんあります。あります？はい、あの、スパイスって血液中の糖質とかも、はい、まあ、上手に利用したり、はい、あと代謝するサポートもしてくれるんですね。あと脂肪分とか。先ほど言ったフェンネル、はい、いわゆるインチョーバーとかも、はい、そういうふうに生活習慣病の改善だったりとかに、ね、昔は使われてきましたので、そうなんですか。今でも、はい、やはりこの手作りの薬膳カレーだったり、はい、スパイスなどを取り入れて、糖尿病の血糖コントロールの改善にもつながるお食事方法があります。そうなんですね。黒髪さん、欲しいですよ。ありがとうございます。この薬膳スパイスなんですけれども、どんな効果、効能がありますか？そうです。そうです、種類によりますか？あ、種類にもよるんですが、うん、あの、本当に UMR 沖縄さんで開催させていただいているスパイスのワークをして、うんうん、約1週間から2週間後に皆さんが作り始めて、はい、こんなだったって反響が来る効果、効能みたいな部分としては、はい、すごい嬉しいお声が多いのは、うん、疲れが取れましたとか、あとは、あの、翌日すごい便秘だったのに、なんか改善でしたとか、あと結構嬉しいお声が多いのが、あの、冷えがひどくって、って沖縄県って日本で一番冷え性の多い人間なんですね。ですか、人口あたりの冷え性率が高くって、で、まあ、夏は冷房の中
か、まあそうですね、冬は少し涼しいから裸足でも大丈夫さって、うん、あそうそう、夏の島通りでね、あと歩かない歩かないだからもう本当に冷え性の方結構多くて、そういう方々がなんかポカポカしますとか、代謝が上がりましたとか、そういう声が結構多いですね。へー、それは嬉しい、あの効果効能かなって思いますね。代謝が良くなるとね、そうですね、免疫力も上がりますので、あと沖縄県はですね、肝臓の病気がもう第1位になっちゃったんで、はい、そうですし、はいね、死亡率全国ナンバーワンですので、そうですよ、はい、ね、そういった方々にも、はい、そうですね、せっかくウコンも沖縄はたくさん自生してるので、はい、あのウコンのはい、扱ってる会社すぐ近く沖縄市にあります。あ、ね、はい、ありますね、そっかそっか、ウコンもね、はい、白いスパイスもね、うん、はい、なるほど、ありがとうございます。ではそういった方々におすすめしたいということなんですけども、このスパイスとかは簡単に手に入れられるものなんですか？はい、今は、約 2,3 年ほど前から、はい、普通のマックスバリューとか 3A3 とかそういうところでも結構種類的には約20種類ぐらいあのスーパーさんに揃っているので、だいたい手に入ることができます。うん、そうなんですね、はい、種類も結構、ね、結構豊富で、豊富で、はい、なるほど、薬として摂取することがその漢方の方が多いと思うんですけど、はい、このスパイスはもう食事としてって、もちろんです、はい、日々の食事を楽しみながらが何よりなので、うん、はい、そうなんです、そういったスパイスのお話をですね、詳しく聞いていただけるワークショップがあるということで、ワークショップのですね、ご紹介をネリーからさんからお話しいただけますか？日時も含めて、はい、はい、今のところは月、第2日曜日に、はい、ハエバル町の宮平というところで開催していまして、はいはい、すぐに来る13日日曜日は午前10時の会と、はい、午後3時の会があります、はい、少人数で10名単位というところを決めているので、はい、あのなるみさんに直接いろんなことが聞けて、はい、で参加者同士皆さんも毎回すごい仲良くなって、あの会えられるのであのおすすめの薬膳スパイスワークショップます。で、また翌月9月にも9月10日日曜日に、予定していますので、はい、もしご興味があれば、Facebook で BMR 沖縄で検索していただけると、あのイベントページがすぐご覧いただけますのでご覧ください。参加費はありますか？はい、1回3000円になっております。申し込みは Facebook から、そうですね、はい、お電話でも受け付けているんですけども、はい、より詳しい情報は Facebook をご覧いただいた方が分かりやすいかと思います。分、はい、かりました。そして開催される、ゆいまーる沖縄さん、はいはい、なんですが、こちらの場所はどんな場所ですか？あ、はい、国道329号線沿いで、はい、大通りに面しているんですけども、うん、ハエバルイオンさんの近くですね、はい、宮平という地域です。はい、イオンさんですね、はい、はい、分かりやすいかと思います。ゆいまーる沖縄さんのね、店舗がすごく可愛くて素敵なんですけども、何かコンセプトとかあるんですか？はい、沖縄のものをよりこう素敵にこう見てもらったりとか、はい、魅力を感じてもらえるようにっていうところで、あの居心地のいい空間作りというのは、あの気をつけています。どんなものを扱っていらっしゃいますか？はい、主には、沖縄で作られたやちむんの器とか、はい、琉球ガラスの器とか、あと染め織ですね、琉球藍染めのバッグ小物とか、あと、ハエバルのかすりの手織りの布の小物とか、はい、それから、まあ、少しあの食品と、あと雑貨も置いています。で、食品のところであのスーパーフード協会さんの、はいはい、
あのおしゃれで美味しいもろみすなんかも扱ったりしています。なるほど、素敵ですね。あの作家さんとつながって作った商品を、はい、ショップに置かれていらっしゃるんです。あ、そうですね、いろんなもう県内離島も含めて広範囲なあの工房さん、作り手さんの品を仕入れて提案させていただいてます。なるほど、普段はそういったショップをされていらっしゃるということなんでね、はい、ぜひ皆さんも行ってみてください。そして薬膳スパイス興味がある方はぜひワークショップの方にご参加ください。お待ちしてます。今週末は13日に開催です。そして9月は9月の10日日曜日に開催となっております。詳しくは、Facebook ページの方から薬膳スパイスワークショップで検索していただけたらと思いますので、皆さんよろしくお願いします。ではですね、もうそろそろお時間なんですけれども、最後にリスナーさんに一言ずつメッセージをお願いいたします。はい、じゃあ私の方から、はい、本当に沖縄はもう自然豊かで海の幸とあと畑の恵みもたくさんあるので、皆さんでニコニコ元気に健康になっていければなと思っています。はい、ワークショップ等でもお待ちしてますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、メッセージということで、沖縄で作られている器類とか、あと沖縄で活動されているなるみさんのような方とか、あのいろんな沖縄の魅力を発信する場所としてお店を運営していますので、あのぜひハエバル宮平へ遊びに来ていただけたらと思います。はい、ありがとうございます。今日はお二人にお越しいただきました。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。という間にエンディングの時間です。この番組は心も体も健康で元気な生活が送れるよう、健康や福祉に関する情報を発信していく番組です。また来週もゲストさんをお招きしてお送りしますので、皆さんぜひ聞いてください。お相手は FM ディナワンスタッフの今西めぐみでした。ギリギリでした。